こんにちは。AWS シアトルオフィスでクラウドサポートエンジニアをしているためさだです。複数の AWS アカウントをお持ちのお客様が、各アカウントそれぞれに Amazon S3 バケットを保有されている場合があります。お客様から、ある AWS アカウントの S3 のデータを別の AWS アカウントと共有する方法についてご質問いただくことがあります。ユースケースに応じて、 次のいずれかの方法を使用して S3 バケットに保存されているオブジェクトへのクロスアカウントアクセス許可を付与できます。今回のデモではそれぞれの方法について説明します。S3 バケットに保存されているオブジェクトへのクロスアカウントアクセスを許可するには以下の3つの方法があります。方法1 アカウント A の S3 バケットポリシーとアカウント B の IAM ポリシーを使用してアカウント A に存在するオブジェクトへのアクセス許可を付与します。この方法は特定の IAM ロールまたはユーザーに特定の S3 バケットへのアクセス権限を付与する場合に使用します。方法2アカウント A の S3 バケットでオブジェクト ACL とバケット ACL とアカウント B の IAM ポリシーを組み合わせて使用して オブジェクトへのアクセスを許可します。バケット所有者の強制、設定が有効な場合、すべてのバケット ACL およびオブジェクトは無効となります。デフォルトでは、新規に作成されたバケットは、バケット所有者の強制、設定が有効となっております。バケットやオブジェクトへのクロスアカウントアクセスを管理する方法としては、バケットポリシーおよび IM ポリシーを使用することがベストプラクティスとなります。方法3 I am ロールを使用して S3 バケットへのアクセスを制御します。この方法は異なるアカウントの複数の S3 バケットにアクセス権限を付与するために使用します。ユーザーに付与するアクセス権限のタイプに応じて、いずれかの方法を使用できます。今回のデモでは S3 バケットはアカウント A によって所有されており、アクセスを行うユーザーはアカウント B に属しています。では、 S3 バケットにあるオブジェクトへのクロスアカウントアクセス許可を付与する方法を説明します。では、方法1から始めましょう。アカウント A の S3 バケットポリシーとアカウント B の IAM ポリシーを使用してアカウント A のオブジェクトへのアクセス許可を付与します。AWS マネジメントコンソールにはすでにログインしています。これは S3 バケットを所有するアカウント、つまりアカウント A です。AWS マネジメントコンソールにログインしたら、 S3 コンソールに移動します。次にバケットを選択します。アクセス許可に移動し、バケットポリシーの編集を選択します。下記のバケットポリシーを追加します。ここの番号はアカウント B のアカウント ID で、ユーザー名はアカウント B のユーザーです。バケット名はアカウント A のバケットです。 このバケットポリシーは、アカウント B の IAM ユーザーに特定の S3 バケットのオブジェクトをダウンロード、ゲットオブジェクト、およびアップロード、プットオブジェクトする権限を付与します。また、このポリシーでは、アカウント B の IAM ロールまたはユーザーにプットオブジェクト ACL を呼び出して、バケットに既に存在するオブジェクトに対するアクセスコントロールリストを設定するアクセス権限も付与します。次に、 アカウント B に移動します。アカウント B はアカウント A のバケット内のコンテンツにアクセスする IAM ユーザーが所属するアカウントです。AWS マネジメントコンソールにログインしたら IAM コンソールに移動します。ロールまたはユーザーを作成します。今回の例ではすでに作成してあるものを使用します。 アカウント B の I am ロールまたはユーザーに最低限アカウント A の特定の S3 バケットにオブジェクトをダウンロード、ゲットオブジェクト及びアップロード、プットオブジェクトする権限を付与します。以下のポリシーを貼り付けてください。このポリシーはプットオブジェクト ACL へのアクセス権限も付与します。リソースセクションでアカウント A のバケットの名前を指定します。 これでアカウント B の IAM ユーザーはアカウント A のバケットにあるオブジェクトにアクセスできるようになりました。方法2。アカウント A でオブジェクト ACL とバケット ACL を組み合わせて使用します。アカウント B の IAM ポリシーを使用して S3 バケット内のオブジェクトへのアクセス権を付与します。この方法は S3 バケットポリシーと IAM ポリシーを組み合わせて使用するよりも ACL を使用する方が適している場合にのみ使用してください。この方法では、個々の IAM ユーザーまたはロールへのアクセスを制限したり、同じプレフィックスを共有する異なるオブジェクトに ACL を適用したりすることはできません。これをどのように設定するか見てみましょう。AWS マネジメントコンソールに移動し、S3 を選択します。最初のステップで、バケット ACL を追加します。 S3 バケットを選択します。アクセス許可に移動し、アクセスコントロールリスト ACL の編集を選択します。別の AWS アカウントの AWS ユーザーにアクセス権限を付与するには、他の AWS アカウントのアクセスから非付与者の追加を選択します。次に、アクセスを許可するユーザーの AWS アカウント B の正規 ID を追加します。 正規ユーザー ID は画面に表示されているような長い文字列でアカウントの詳細に記載されています。AWS アカウントの Email アドレスまたは正規 ID を指定すると ACL はアクセス権限を付与される側の AWS アカウントのすべての IAM ユーザーまたはロールに適用されます。他の AWS アカウントに自分のリソースへのアクセス権限を付与する場合、AWS アカウントはそのアカウントのユーザーロールに アクセス権限を委任することに注意してくださいオブジェクトをリスト、書き込みなどの権限を付与し、変更の保存をクリックします。オブジェクトの読み取りを許可するには、オブジェクト ACL を使用する必要があります。これについては次に説明します。オブジェクト ACL を追加するには、ACL を設定するオブジェクトを選択します。アクセス許可をクリックします。 別の AWS アカウントの AWS ユーザーにアクセス権限を付与するには、他の AWS アカウントのアクセスから、非付与者の追加を選択し、非付与者フィールドにオブジェクトへのアクセスを許可する AWS ユーザーの正規 ID を入力します。ユーザーに付与する権限のチェックボックスを確認し、変更の保存をクリックします。これでこのユーザーにオブジェクトへの読み取り権限を付与しました。 ここでもう一つ重要なことは、アカウント B の IAM ユーザー、ロールには S3 に必要なアクセス権限が付与されている必要があります。方法3。クロスアカウント IAM ロールを使用します。この方法では、アカウント B のロールまたはユーザーがアカウント A のロールを引き受け、アカウント B の IAM エンティティが必要な S3 オペレーションを実行できるようにします。アカウント A の IAM ロールを引き受けることにより、 Amazon S3 オペレーションは、ロールのアクセスポリシーによって決定され、アカウント A のローカル IAM エンティティによって行われた API 呼び出しとみなされるため、クロスアカウントアクセス用のバケットポリシーや ACL は必要ありません。クロスアカウント IAM ロールを使用すると、複数の S3 バケットに保存されている S3 オブジェクトへのクロスアカウントアクセスのプロビジョニングが簡単になり、複数の S3 バケットのポリシーを管理する必要がなくなります。この方法を使用すると、 AWS Cloud Trail、Log、や Amazon Cloud Front、Log、など別の AWS アカウントまたは AWS サービスが所有またはアップロードしたオブジェクトにクロスアカウントでアクセスできるようになります。AWS マネジメントコンソールに移動します。I am を選択します。アカウント A に次のような I am ユーザーおよびロールを用意します。今回は事前に用意したものをご紹介します。 I am ロールの信頼関係ポリシーにてアカウント B の I am ユーザーにアカウント A のロールを引き受けるアクセス権限を付与します。今回の例ではアカウント B の I am ユーザーに対して許可を付与しています。次にバケット A のアクセスを許可するアクセスポリシーをロールにアタッチします。アクセスポリシーは次のような内容となります。さらに アカウント A の IAM ユーザーまたはロールを引き受けるための IAM ユーザーまたはロールをアカウント B に用意します。アカウント B の IAM ユーザーまたはロールには次のようなアクセスポリシーを付与します。これでアカウント B の IAM エンティティはアカウント A のリソースに対して必要な S3 オペレーションを実行できるようになりました。ご覧いただきありがとうございました。引き続きクラウドコンピューティングをお楽しみください。 AWS よりお送りしました。